秘宝1年で収束せず。はい、ババです。はい、本日も YouTube やっていきます。2020年4月19日サンデー日曜日となっております。はい、今日はね、まあちょっとニュースがまた来ておりまして、速報でございまして、はい、秘宝でございます。まあ大体ね、勘のいい人はうすうす感じていたことだと思います。なんかこの世の中の流れ的にうすうすそうなるんじゃないかなと。ただまあ確証ではないんですけど、うすうすね、まあ結論を申しますと、まあ、この例の件でこういう状態になっているわけなんですけど、これがね、まあ、1年で収束せず、まあ、2022年から2024年、最悪24年ぐらいにはこういう状態が、緊急事態宣言が続くのではないのかというような状況にあるみたいでございまして、サイエンスっていうね、論文からそのニュースが出ているんですけど、 WHO パンデミック宣言取り下げは早くとも2022年の7月から8月、すごい早い状態でですね、なるのではないかと。おそらく2024年までね、まあ、今日2020年ですから、あと4年後ぐらいはなるんじゃないかなというように論文で記されております。権威ある論文で記されてある感じでございます。まず1年で収束せずということで、やっぱりね、事実というのをね、知っていくことが大事だと思います。ゴールデンウィーク明けたら、5月6日過ぎたら、まあ普通にね、経済活動も復活して良くなってるんでしょという簡単な軽いノリじゃもう済まされないところまで来ました。事実をしっかり把握するということが大事です。そして感染をね、広げないということが大事でございます。大切な安易な気持ちで外に出たばっかりでね、安易な気持ちで外に出たばっかりに、あの人ノリ悪いよねみたいな感じで、そういう風潮があるから、ちょっとやっぱり付き合いで行こうかなという感じで、安易な気持ちで出たばっかりに、その後の人生を台無しにする。そして身近な大切な人がその安易なことで移してしまう、そういう危険性にはらんでいる世の中になっております。だから皆様、今自粛しましょう。安易な気持ちで外に出るということが非常にね、政府はね、本当はロックダウンしたいんだと思う、感じがしりしたいと思ったらね、なかなかそういうのが難しいんですね。いろいろ難しい。だから日本人は自らその法の力ではなく、自らの一人一人が意識を持つことが大事だと思います。自粛ということが必要だと思います。ヒカキンさんがね、この前秘宝という形で、つい最近ね、秘宝という形で YouTube を開けられました。まあ有名な YouTuber のヒカキンさんの影響力は、インフルエンサーとして多大なる影響力を持つんですけど、まあ、斉藤さんっていうね、アプリで、まあちょっとお電話したみたいなんですね。各、まあ不特定多数というかね、わかんない人とアプリを通じて電話をできるという、アプリがありまして、まあお互い面識のない方々で電話するという感じなんですね。で、ヒカキンさんがまあ出ました。まあ神奈川と福岡の方、ね、神奈川の方は、やっぱり全然その、まあ、影響はない。みんなそんな意識してないよと言っていると。で、福岡の方も、全然まあ普通にしてると、みんな。普段と変わらない。ただ、アルバイト先がなくなった。あ、神奈川だったかな。神奈川の人がアルバイト先がなくなったと。
ただ、まあ、仕事はなくなったけど、まあ、別に普通に買い物も行ったりするよと。福岡の方は学生さんだったかな、まあ、全然普通だよと、うん、まあ、田舎だからと、まあ、ヒカキンさんはそこで、まあ、田舎だけどね、やっぱり都会から戻ってくるっていう人が今は多いから、安易な気持ちにね、外に出るっていうのは自粛してくださいね的なことを言われておりました。やっぱりそうだと思います。田舎だからといって、まあ、福岡はね決して田舎の方だったら ないと思います。まあ確かにね、ちょっと離れたら、まあ、田舎っぽいところはなるかと思いますけど、それでも十分ね人は多いです。やっぱ物も人もやはりねまだ行き来してると思います。だから安易な気持ちでね外に出るってことはちょっと自粛しましょう。まだね危険な水域にあると思うんです。皆さん良くなるだろうと思ってると思います。ただねもうかなりやばい侵食に移ってるんですね。これね多分ね日本人の6割9割が感染していくような規模になる可能性もあります。感染力が半端ないんです。だからもう感染しきってしまう、そこまでいくんじゃないかなと思います。まあ、これねなんでこのタイミングでこういうことが来たのかと、神様が何か使命を僕たちに与えたのかなと、その乗り越えていくしかないです。なんかちょうどねそのテレワークとかねそういうのが流行ってきたタイミングでもあった。 VR とかねなんか AI とか、なんか神様は試してるんじゃないかな。でもそのそういうツールがあるから僕たちはその文明の利器を生かしてそこにシフトすることもできると思うんですよ。ちょうどその転換点なのかなと、なんかすごい運命は感じます。もういい意味でそこは捉えるとね。だからその文明のうまい人類のものをうまく生かしてみてもいいんじゃないかなと思う。テレワーク的なね、うん、まあ、この前ズームに危険性があると言いましたけど、あれパスワード管理をうまくやればね、まあなんとか大丈夫じゃないかなと思いますので、まあいろいろ不具合はあるのかもしれないですけど、まあ、うまくそういうのも活かしてですね、まあ、Teams もありますし、はい、マイクロソフト社が出してる Teams ですかね、そういうのもありますし、いろいろありますから、うん、もうちょっとね、こういうタイミングが遅ければ VR でのやり取りができたんでしょうけど、まだ VR はそこまで進歩してないというところもありますからですね、まあ、今後になるかと思います、まあ、iPhone SE ですか、4月27日に、ね、販売、2020年4月27日に、安いバージョンで、ね、販売があるということだったんですけど、5月11日に延期になりました。まあ、政府の、ね、ちょっと自粛してください的なねいう意向があったみたいです。まあ確かにね、今厳しいですからね、この世の中。はい。まあそういう感じでございます。まあ WHO パンデミック宣言取り下げ、早くても2022年の7月から8月になるのではないかと。だからまあオリンピックもひょっとしたら、まあ厳しく、まあ多分厳しくなるでしょうね。まあ経済は大打撃。だから経済ってその、困窮がね、また困窮が困窮を生むのが一つので、そこのダメージも大きいでしょう。踏んだり蹴ったりというような感じでございますけど、ね、あとねニュースであれも見ました。僕は突然世界中のどこかで倒れる人が続出しているんです。これね壮絶です。僕言うYouTube でも見たかな、 Twitter でも見たか、ちょっとね閲覧注意なところがかなりあるのでなかなかそこまでは言えないんですけど、これね今のウイルスであり得ることなんですね。突然倒れると、うん、これねまず自覚症状がない状態なんです。ヘルパー T 細胞が働かずに肺に侵入するという形で
そのヘルパー T 細胞が働き、風邪症状からの抗体依存性感染増強で激症化、瞬時にしていって、でも3番目の段階で、キラー T 細胞、樹状細胞、NK 細胞、マイクロファージーが攻撃、肥満細胞からヒスタミン、免疫細胞からサイトカイン放出し、慢性炎症を発症し、多臓器不全で、てんてんてんと。これね、皆さんニュース見てください、ちょっと。動画見てください。ちょっと僕の、あれ、口から言えないんだけど、いや、現実を受け止めるってことは非常に大事だと思いますよ。これね、笑い事じゃないです。皆さん目を背けずに世界のニュースを見てみましょう。調べてみてください。いろいろ分かってくることが大いにあるかと思います。ちょっと言えないけど、まあ、このね、突然倒れる人っていう部分で日本人は比較的免疫があるのかなとは言われています。ただそれも確証ではないです。志村けんさんの件もありました。志村けんさんは1週間だったですね。あるいはもっと早いんです。瞬時にこの状態に陥る、自覚症状なしに世界中で倒れる方が続出してるんです。恐ろしいんです。これ、まあ、日本人になぜ耐性があるかというと、まあ、味噌汁っていう、味噌汁とその海藻がなんか免疫を高めてるみたいな、そのあとはその小さな頃になんかこうハンコ打ったじゃないですかね、あれが効いてるんじゃないかというふうに言われてはいます。ただそれもね、確証ではない。だからまずは自粛する、かからないことに越したことはない。かからないことが一番、これ6割、日本人の6割から9割かかる確率が高いんです。普通にしてたら間違いなく感染力は半端なく高いから。だからどうしようもないんだけど、自粛するしかない。今は自粛しましょう。経済のダメージも半端ないでしょう。倒産する企業はもう今も半端なく増えてる。失業者も半端なく増えてる。これもうどうにも止まらないです。おそらくもう止めることはできないでしょう。行くとこまで行くんじゃないかなと。これはね、1ヶ月です。まだ1ヶ月も経ってない、経つかどうか。それでももうやばいでしょ。大企業でも2、3ヶ月持てばいいんじゃないですか。普通の大企業がね、1年とか無理でしょ。2年とかですよ。2年半とかですよ。早くて24年とかだと4年ですよ。無理です。どう考えてもリセッションですかね、というちょっと脅しじゃないんですけど、それぐらい危機感を持っていただきたいと思って YouTube を撮りました。本日は以上になります。皆様、ババチャンネルのチャンネル登録ないとよろしくお願いします。引き続きね、こういうニュースはね、定期的に追っていこうかと思います。はい、普段はね、株式投資とか明るく元気にやっているんですけど、今日はねちょっと僕も配信者の一人として警鐘を鳴らしたいなと思って YouTube 撮りました。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、まあとりあえず元気にやっていきましょう。はい、以上でございます。ありがとうございます。